ジェンキンスはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻艦名はソーントン・エイ・ジェンキンス海軍少将にちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。ジェンキンスは太平洋戦争開戦前の1941年11月27日にニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディングドライドック社で寄港され。 1942年6月21日にマリオンパーカーエンブリー夫人によって姉妹艦のラバレットと同時に浸水。同年7月31日に艦長 A1 回ミラー少佐の指揮下収益した。収益後、1942年の夏を完熟訓練で過ごしたジェンキンスは10月24日にメイン州カスコアンを出発し、 北アフリカへの上陸作戦に参加する戦団を護衛した。11月8日にカサブランカ沖に到着後、ジェンキンスはカサブランカ沖海戦に参加した。作戦成功後、11月19日にニューヨークへ戻ったジェンキンスは太平洋艦隊に配属され、対日作戦に参加することになった。年が明けた1943年1月4日に、 ニューカレドニアのヌーメアへ到着後、ジェンキンスは直ちにソロモン諸島とサン会海で紹介活動を開始。6月29日にジェンキンスはニュージョージア島への上陸で支援砲撃を行った。さらに、ボールデン・エル・エンスワース少将を率いる第36.1任務軍に加わったジェンキンスは7月5日に、ツラギを出撃しコロンバンガラ島沖海戦に参加した。 7月18日、ジェンキンスは損傷した水上規模艦チンコテグを支援するためにサンタクルーズ諸島南方 160km の海域へ派遣された。日本軍の空襲を受けたものの、ジェンキンスはチンコテグを無事にエスピリトサント島へ到着させることができた。続く4ヶ月間、ジェンキンスは護衛任務、演習をこなすとともに、 シルバーとマーシャル諸島の戦いへ参加する。ジェンキンスは11月5日に、マキンの戦いとタラワの戦いの支援を行う、アーサー・ w ラドフォード少将の空母軍の護衛を行い、続いてジェンキンスと空母軍は12月4日から、マーシャル諸島で、クエゼリン干渉とウォッチェ干渉への空襲のため、移動した。作戦中に空襲によって、空母歴ントンが、ひかみなりしたため、 ジェンキンスは、歴史ントンを護衛して12月9日に、真珠湾に到着した。1944年1月25日、ジェンキンスは、マーシャル諸島で支援を行っている空母その他、艦艇への給油を行うタンカーと共に、ハワイを出発する。2月を通じて、タンカーと行動を共にした後、3月に、ブーゲンウィル島を艦砲射撃した。4月下旬には、 ホーランジアの戦いとアイタペの戦いを支援する第77任務部隊を、護衛、6月には、ビラク島を機戦にも参加している。その後も夏の間、ジェンキンスは、ヌンホル島の戦い、サンサポールの戦い、モロタイ島の戦いの支援や紹介、護衛といった、様々な活動を行った。ジェンキンスは、レーテ島の戦いに参加するため10月12日に、マヌス島を出発。 レーダーピケット艦及び戦闘機関制艦として活動する。レーテ沖海戦中も11月27日までレーダーピケット任務を継続した。12月28日からはルソン島の戦いで沿岸砲撃を実施したほか、1945年1月下旬からはリンガ沿岸で対戦紹介に従事した。1943年頃のジェンキンス。 1945年1月31日、フィリピンミンドロ島北西沖で、オバノン、ベル、米護衛区逐艦、ウルバート・エムムーアと共にミンドロ島とルソン島の間を通過する日本の輸送船がいないか紹介していた。1955、ルソン島の戦いを支援していた、米系巡洋艦ボイシが、レーガーで船を探知。 その後ベルも9250ヤードの距離で船をレーダー探知。確認のためベルとオバノンが現場に向かった。その後、レーダーから反応が消えたため潜水艦と判断した2隻はソナーで潜水艦を探知し爆雷を投下したが効果はなかった。その後、ウルバーとエムムーアが支援のために合流。ベルは再度潜水艦をソナー探知。 爆雷投下により、重油が浮かび上がってくるのを確認した。2122、ジェンキンスが合流し、爆雷攻撃を行った。1時間後、ウルバート・ M ・ム・ーアがヘッジホック24発を投下。その後もヘッジホック攻撃を行った。2月1日001号、ウルバート・ M ・ム・ムーアが最後のヘッジホック攻撃を行い、その結果潜水艦を撃沈した。 この潜水艦は、旅行第115潜水艦であった。ジェンキンスは2月13日に、コレヒドール島の沿岸砲撃と総会活動20時以降も4月下旬まで各地での砲撃支援や対戦紹介を継続した。ジェンキンスは4月24日に、スービック湾を出撃し、ボルネオ島近海のセレベス海で総会と上陸援護に向かったが、4月30日に、 タラカン島で食来してしまい、乗員1名が戦死。損傷したジェンキンスは、スービックワニエ交代周期ドックに入居して、応急修理を行った。ジェンキンスは6月18日に、本格的な修理を実施するため、出港、7月8日に、カリフォルニア州サンペドロへ到着する。そのまま西海岸で終戦を迎えたジェンキンスは1946年5月1日に、 退役した。改装後、護衛駆逐艦となったジェンキンス。1953年1月14日撮影。朝鮮戦争の勃発により1951年11月2日、ジェンキンスは、D、D-447 として、艦長シーカイマクギバーン中佐の指揮下最終駅する。1952年2月25日に、サンディエゴを出港し、 真珠湾での訓練期間に入る。訓練が完了すると6月12日に日本に到着し、その年の夏は朝鮮半島の地上部隊に航空支援を行う第77任務部隊と共に作戦活動に従事する。ジェンキンスはさらに韓国沖合台湾での偵察任務を行い、12月5日に母校の真珠湾に帰還した。真珠湾での活動後、 1953年11月10日に再び極東に配備される。韓国及び台湾海域の偵察を行い、6月15日に真珠湾に帰還した。1954年から1963年までジェンキンスは第7艦隊と共に平和維持活動のため毎年巡航を行う。1958年の配備では人民解放軍が 金門島と馬祖島の国民党軍に対して G 活動を行い、第7艦隊は警戒態勢に入った。フラム2階層後のジェンキンス、QH-50 シュ用の格納庫と飛行甲板がよくわかる。1964年頃、1960年代初め、ジェンキンスにはニコラスとラドフォードと同様にさらなる階層が行われた。 1962年6月30日にジェンキンスは DD-447 に監視が戻された。ラオスとベトナムにおける共産勢力の構成により、1960年代の第7艦隊の配備は重要な意味を持った。ジェンキンスは1964年と1965年の大半は真珠湾を拠点として作戦活動に従事した。 1966年2月9日に再び極東へ出港し、21日にはベトナムの海兵隊を支援するため、支援艦砲射撃を行う。日本とフィリピンでの休養後、ジェンキンスは任務を再開し、7月22日に真珠湾に帰還した。その後ハワイ海域で作戦活動を20し、9月11日にオーバーホールのため、 新珠湾海軍造船所入りする。作業は1967年初めに完了し、ベトナム周辺での新たな任務のための準備を行った。ジェンキンスは、その後1969年7月2日に退役し、1971年2月17日に、スクラップとして売却された。ジェンキンスは、第二次世界大戦の先行で14個の、 朝鮮戦争の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。